ミニッツ MR-03M のここがすごいというご紹介なんですが、なんかレシーバーユニットを交換可能にした新しいミニッツが誕生したということで、はい、開発の岩坂さん来ていただいたんですけども、はい、まあ、どんな製品になっているかナビゲートしてほしいんですが、はい、聞くところによると、なんと送信機メーカーさん各社の高性能プロボでもミニッツが操れるようになったとか、本当ですか？はい、そうですね、はい、今回の MR-03 オシャーシーなんですけども、特徴としましてはですね、このようにですね、製品状態ではシャーシーの、ね、アンテナがありません。以前はですね、こちら、V プロというシャーシーのものなんですけども、このように、受信アンテナが立っていたかと思います。今回ちょっとこれにアンテナがない理由としましては、そのアンテナが必要とする受信機のユニットを別体にしたということが、実際にですね、このカバーをちょっと取って見てもらうと分かるんですけれども、このように、外したところにですね、受信機を搭載するスペースが、設けてあります。で、実際にですね、まあ、ちょっとここにその受信ユニットがあるので載せてみましょう。なってるの、はい、ちょっとカメラにグーッと。でこちらがですね、はいはいはい、受信ユニットになってまして、旧型の、旧型といっても現行商品ですけれども、 VE プロのものと同じこの赤いアンテナがついているものですね。こちらの受信機を乗せてみたいと思います。結構難しくないですかね。あ、結構パチンと入る感じなんですね、はい。そしてアンテナを通してパチンとはめる、これだけなんですね、はい。で今こちら、KO さんの送信機になって、これこちらと電波帯は全く同じものなので、実際に、送信スイッチを入れてみたいと思います。今これあらかじめペアリングしてありますので、一応両方ともですね、MHS という電波帯で動くようになっています。改めて右側が VE プロ、そして03エゴということは新しいものなんですね、はい。両方一緒に動きますが、はい、こういう感じで、まあ、本当ですね、はい。まあ、一見すると、まあ、全然同じようにしか見えないんですけども、実際はですねすごく変わってまして、もともとこちらの基板は、受信機を全部一体型の1枚の基板でやってたんですけども、こちら別体にすることによってですね、受信ユニットとサーボの制御の部分というのを切り分けることができましたので、実際にはこうマイコンと呼ばれるマイクロチップですねが一つ増えてまして、もともとその1枚でサーボの部分と受信部分をやっていた部分をですね、それぞれ独立にすることによって、中のサーボの制御というのがチップ1枚を丸々サーボの制御に使えることになったので、以前のこちらの基板に比べてですね、すごくサーブの制御が緻密になっています。実際そのあたり、今ちょっとパッと見の動きで分からなかったんですよ。実際こういったところでこう動かすと、すごくこうこちらの方がよりリニアに動いているのが見て分かるかなと思います。少しこっちはカクッと動きますね。本当ですね。こういっぱい切っちゃうと分からないんですけれども、うん、こういったところでこう動かすと、すごくこの滑らかに動いているのがよくわかるかなと思います。こういったところもですね、今前回からちょっと戻したところなんですけど、右側動いてないですよね、こちらはほとんど。本当ですね。ここもちゃんとこう動くんですよね。こういう細かいところがすごく些細なんですけれども、うん、こういう細かいところがきっちり綺麗に動くというのが、まあ、今回の新しいサーボユニットの特徴ですね。この皆さん聞いてください、お客さんのミニッツやってくださってる方ありがとう。さあ皆さんもうちょっと近く来て、触りたいと近く来て、皆さん僕もちょっと近く来て、じゃあちょっと岩崎さん、あのミニッツやってるっていうことで、はい、プロポ少し操作動かさせてあげてほしいと思うんですけど、じゃあやってみて、その 今いつも普段はどんなミニッツをやってますか？ RWDです。RWD をやってくれてるということで、その RWD と、ね、比べてどうかちょっとステアリングを動かしてみてください。RWD と比べてもかなり
そうですね、かなりというかもう RWD はレディーセットなので、まあ、ちょっとこのハイエンド級では全体的に少しマイルドな設定にはなってますけど、はい、どう触ってみてもどうぞ、実際やりたいですね。さあお客さんやっぱり分かってますね、最初の初期のところでの動きが違うところを確かめてらっしゃると。何のマシンをやってるんですか？03のナロー。03のナロー。レースも出られたりしてるんですか？ショップの、ショップのレースにありがとうございますよ、はい、実際に岩崎さん、こういうような動きができるようになったことによってレースの中でとか、まあ、どういうことが利点として挙げられるんですか？実際にはそうですね、旧型の基盤に比べるとやっぱり一人でサーキット走ってる時っていうのは比較的自分の好きなラインを走れるので割とそんなに違いって生まないんですね、割と自分の好きなところを走れるので車も持ってきやすいんですけども、例えばレースだったり、まあ、レースじゃなくても誰か友達と一緒に走ったりとかで同じような、まあ、こう S 字のコーナーなんかに並んで入っていった場合とかにですね、ライン自由度が少ない時に車をこう反射心分外に持っていきたい、一車心分中に入れたりとか、そういう思った時に車がちゃんとついてくるかっていうところがすごく重要で、今回の新しいサーボはその辺がすごく自分の思ったところに車をコントロールしやすくなっているというのが、まあ、新しいサーボの特徴ですね。なるほど、僕もちょっともう やってみよう、もういつもね表彰カップのファイナルも来てくれたよね。はい、どうぞ触ってみ、自分が持っているのと分かる。最初は右側の方が前の、まあ、こちらの、ね、ものも最新版としてはすごくいいというふうに我々リース選手がさらにどう感じる？違うでしょう、それはもう表彰の罠にはまっちゃってるよそんなことない、ありがとうね。そう、そんだけね、まあ、いつもやってくれてるキッズも体感できるということで、実際こっち側もいいというふうに今まで、まあ、最新版であったわけなんですよね。もともとこの赤いアンテナがついてる、いわゆる、まあ、プロ基板と呼ばれる MHS っていうので動いてるモードと、その前に ASF っていう黒いアンテナのモデルがあったんですけども、はい、この黒いアンテナのモデルからこちらが出た時にもすごくこう追従性とか保持力とかスピードも上がったんですけども、まあ、それと比較しても今回のエボの基板はかなり進化してます。やっぱりちょっと物理的にコントロールできる領域が広がったので、これはちょっとどうしようもない差がやっぱり出てしまいます。わかりました、まあ、最初に開発者岩崎さんの方から話だったけど、まあ、サーボ専用の制御ができる CPU を搭載したことで今要するにサーボの位置決めのフィードバックの速度がかなり細かくなったというふうに思っているわけですよね。そうですね。実際どのくらいだったんですかこれ？中のですね、やっぱりその基板の中での処理速度っていうのがこちらのものに比べると 11.2倍、まあ、11.2 倍っていうのは単純にその切る速度が11倍とかっていう話ではなくて、うん、その送ってる信号に対してそれを受けて中で処理してる速度っていうのが、まあ、11.2 倍速くなってる。なので厳密に言うとサーボってこう切り続けてても送信機から送ってるのは切れっていう信号を送り続けてるんですけれども、必ずそれがずっと持続してるわけではなくて、もう1000分の何秒っていう値でこっち側では切ったに対して戻すっていう信号が働くので、常にこう切って戻して切って戻してを連続してるっていうのが、まあ、この状態なんです。実際には戻そうとしてる力も動いてるので、その間をすごくこう中で細かく動いてるので、送ってる信号を強く維持できる、そういうのもあって結果的に保持力だったりその相場レスポンスっていうのが上がるっていう、なかなか複雑な要素が絡み合ってますね。なんかちょっと皆さん、僕ね今思ったんですけど、なんか切ってる時の音が少し高いような気がするんですけど。そうですね、サーボの制御自体が変わってるのですごく高周波、ちょっと近くで聞いてみてください。ああ、ここ聞いてみ、聞き比べると、聞き比べると、これは昔の、まあ、今売ってるやつですね。で今回のこの新しいのがサーボがすごく高周波の制御になってる。分かった、高周波に もし聞いてみ、こっちがね前のやつ、こっちが新しいやつでしょ、って、まあ、こういうような周波数のところでも音が出てくるところで、まあ、違うものになったんだなと思いますが、これ岩崎さん、はい、ステアリングの方のレスポンスまで、このスロットルの方っていうのはどうなんでしょう？
あ、スロットルもですね、やっぱり内部の、もともとこちらもスロットルは独立だったんですけども、やっぱり今回その内部の処理速度っていうのがすごく上がっていて、一応理論値上は100倍速くなってます。それ100倍体感できるんですか？ほとんどできないですね。スロットルの方よりもやっぱステアリングの方がやっぱり人が分かるようになっているというのもですね、うん、実際走行環境でスロットルっていうのはステアリングほど細かく皆さん制御してないんです。うんうん、なんていうんですかね、実際は 全領域にわたってプロポーショナルなんですけど、ほとんどの人が握れるときはもうほぼ多分全開なんで、うんうん、あまりこうステアリングほどシビアにコントロールしないので、その辺っていうのを多分感じ取りにくいんですよ。なるほどですね。恩恵が受けるのは、まあ、その 11.2 倍になった、まあ、ステアリングのところだということが分かったんですが、改めて今回のこのアイテム見ると、モーターもなんか色が違うのついてるんですけれども、はい、この辺りは何が違うんですか？モーターはですね、今回ちょっと新しくなりまして、はい、以前 のティーモーリオン製のものはプラスチックスリーブがこう入っているタイプだったと思うんですけど、今回はもう全て、従来もあったこのこちら従来のモーターなんですけど、オプションであったアルミ一体型のケースを、全スペックのものに、採用しました。モーターエンドのところもなんか、そうですね、プラスチックじゃないですね。そうですね。で、青いのと赤いのとシルバーのとも全てアルミ一体型のものになってます。で、作ってる工場も前のオリオンのところとは違うので、まあ、実質的には新しいモーターです。パフォーマンス的には青いモーターは前のものの青いものを、まあ、踏襲しているので、基本的に大きく遅いとか速いとかはないですね。こちら青い方は、まあ、KV が 5600KV というスペックになっていて、はい、シルバーの方は 12000、はい、で間に赤いのありましたよね。8500というのが一応あります。なるほどですね。じゃあその3つのモーターが選べるようにもなったというふうになりますね。でちょっと見ると、少し見ると、シャーシーのところのフロントのところが、これ、まあ、冒頭に言いました一体のモーター少し変わってますけれども、なんかここのフロントのサスペンションのところも別体で。そうですね。こちら以前のものは、ワイドからナロー、また逆のナローからワイドに組み替えの時に、ここまで外さなきゃダメだったんですね。もう全部一体型になってるので、はい、なのでフリクションプレートとかがついてたりすると、この辺全部バラして上を全部外さなきゃいけなかったんですけれども、うん、今回ですね、このアッパーアームを止めてる本当にこの必要な部分のみを別体にしたので、この線が入っているところから前ですね、あとここだけ外れるようになったので、すごく、組み替えだったりメンテナンスっていうのが非常にやりやすくなって、なんか先ほどお客さんナロー写真やられてるけど、ワイドにするときも、じゃあそういう意味で言うとすごく簡単ですね。この辺外さなくていいので、はい、バラす項目が圧倒的に少なくなりました。なるほどですね。じゃあ、宮崎さん、はい、ここまで話してきたんですけど、なんか僕の目から見ると、まあ、強襲性、まあ、京王さん製の EX6R で今動いてたんですけれども、はい、そうですね、今回の一番こう、まあ、タイトルにもなってますけれども、強襲性も含めて各社に対応できるレシーバーユニットっていうのを見せていただきながら、はい、本当に他社のところで動くかどうか、そうですね、やっていただけますかね。今ちょっと、まあ、基盤 その新しくなった部分っていうのを、まあ、性能面で一応ご覧になっていただきましたけども、うん、今回の、まあ、この基板のもう一つのトピックとして、まあ、受信機別体型っていうのを、まあ、お見せしたいと思います。先ほどつけたこの KO さんの、受信機で一旦取り外します。はい。でこちらのですね、こちら今オレンジのアンテナがついてると思うんですけれども、こちらは、双葉さんの、RF ユニットですね。で先ほどあったのは、まあ、KT18EX6EX6R 用としてあったんだけれども、今回はなんと双葉さんの、もうそこにプロポ見えてますね、 T7PX という最新の、はい、こちらのハイエンドマシン、まあ、双葉さんの 7PX という、ハイエンドマシンですね。こちらで、動かしてみたいと思います。なんかアンテナオレンジなんですね。はい、そうです。これアンテナの色でそれぞれメーカーさんを識別するようになっています。はい、はい、ですね、双葉の送信機でも、まあ、動く、まあ、双葉の送信機でミニツが動くっていうのはこれまでにないので、結構なかなか新鮮かなと思いますけど。本当ですね。以前もモジュールこう付け替えるタイプのものがあったんですけど、こう直接動くっていうのは、まあ、初めてですね。その辺のなんですか、新しいそのプロポ側に入れる、まあ、ソフトウェアのアップデートというか、そういったものも必要になってくるんですか？そうですね。これ、まあ、今回このようにですね、見ていただくと、はい、双葉さんの中にこう
PFHSS ベースのミニッツというのを新たに設けていただいたので、これをお持ちのお客さんは、双葉さんのホームページから、新しいファームウェアダウンロードしていただいて、うん、この送信ここがですね、こう開くので、ここにマイクロ SD ですねのポートがあるので、ダウンロードしたソフトをここから入れ込むと、新しいミニッツが動くモードになるということですね。小平さんミニッツやられたりしてるんですか？はい、この間ちょっとパパの方に出させていただきました。あ、そうです。もしよかったらちょっとじゃあこちらもちゃんと動くかどうか、皆さんどうぞあのステアリングを、はい、やらせてあげてください。どうぞ、はい、どうぞステアリングどうぞ。あ、なるほどなるほど、ね、どっち、はい、さっきのね、あの KO やられて、どうぞやってみてください。水準線どうかなって確認して、気になってると思います。遜色ないですよね。実際違うのは本当にこの送受信機の部分の通信のところだけですね。やってみる？はい、どうぞ。見よう。受信機からメイン基板の部分で、ね、サーボの制御っていうのは下の基板がやってますんで、全て同じで。はい、どうぞ。これ岩崎さん、あの他の大きな RC モデルでも言えると思うんですけども、各社さんの好みって結構ユーザーさんやっぱりその違い、 KO さん、双葉さん、まあ、サーマーさん含めてあると思うんですけれども、はい、その辺が選べるようになったってところがやっぱり一番今回のトピック、ね、そうですね、ですよね。これ表彰制だとあれですか、あの例えばさっきあの買っていただいたこと、KT531P とか、あ、そうですね、この辺の、はい、531で動くモジュールもあります。ってことはもう本当にその、まあ、今一番あの入りやすいエントリーモデルですね、あのどこから入ったとしても、まあ、KT531P、そして KT432PP も使えるモジュールが出ると、はい、いうことなんですね。あとはなんか双葉さんの見てると、あのスティックプロポもこれ書いてありますね。そうですね、これと中身が同じ、スティックタイプの、7XC というモデルが、双葉さんのブースにも置いてあると思うんですけど、こちらでも動くようになっています。わかりました。というところで、まあ、プロトコルというか、まあ、送信機を選べるというところはこんなところなんですかね。あとはちょっと見ると、まあ、今発売されている新しいウォールデフというんですか、そうですね、ついてますね。これすでにもう発売にはなってますけれども、はい、新しいボールデフが標準装備になってますね。特徴としてはですね、この右側のアルミの部品を、まあ、ギリギリまで削って軽量化しつつですね、左側のハブのイモネジを打つところなんですけども、この反対側にも同じ穴を設けて、イモネジを同じ、こっちとこっちと両方させるようにしたことで、まあ、ちょっと回転バランス向上を狙ってますね。要するにあれですよね、今見るとブラックアルマイトしたところからもう一発縦にスライドで削っていて穴も開けてるってところがまず最初の話であったと思うんですけど、軽量化したってことは何がいいんですかね。やっぱり、このシャーシー構造上こっちでしか駆動しないので、こっちが重いとやっぱり初期のレスポンスとかが遅れるんですね。なるほど。要するにそういうのは、まあ、どうしても構造上右側で書いてるん で、ね、レスポンスのところもいいし、ある意味その軽量化したってことは右側のタイヤの負担も減らしてるっていうことも。そうですね、もともとやっぱ左右バランスでどうしても右側が重いので、うん、本当はまあ右を軽くして左を重くする方がまあいいんですよね。いいですよね、はい、そしてそれを止める、ところも先ほどボール、イモネジを両方から打つようにしたってことだと、はい、要するに片側だけ打ってると慣性モーメントがこう延伸しちゃうところになったという、そういうところもこだわってると。そうですね、言ってるのがこの、まあ、回転モーメントもそうなんですけど、もともとアルミのパーツに鉄のイモネジを打つので、重量もわずかながら左を重くしてるんで、なるほど、まあ、左右の重量バランスと、あと今左側の回転バランス両方をまあ追求した新しいコールデフということになります。あとあれですよね、確かこうデフ、じゃあ、 あの板のところも穴を開けてるんですね。あ、そうですね、ちょっとこれだと見づらいですけど、プレッシャープレートを抑えるアルミのパーツも穴を開けて軽量化してます。なるほど、かなりやってますね。ということで、みんななんかもし質問があったら、ぜひなんかお客さんなんか普段ちょっと遊ばれてると思うんですけど、なんかありますかね、まあ、これに限らずでも何でもあれなんですけど、どうですかこの辺ので、まあここまで来るとかなりハイエンドモデルの、まあ、フラッグシップマシンですよね、ミニッツでいうと。そうですね、まあ、ちょっとなかなかその VE プロの後からこれに来るのもやっぱちょっと少しハイエンド化の道になってしまってますよね。うん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 、でどうしてもまあ送信機もハイエンドモデルが中心になるので、まあ、結構ミニッツとしてはもう動き、どっちかというともうレースの方に結構大きく行って
した三振セットかなというふうに思います。で、まあ、表彰としてはですね、もともとのミニッツのコンセプトの、まあ、ボディついたレディセットっていうのがありますので、まあ、レディセット中心で売る RWD、FWD、AWD シリーズと、まあ、あとはまあレースのレースシャーシということでこのエボシリーズということで、まあ、2曲の状態で今は販売していこうかなと。そうですよね。でもなんかミニッツのお客さんって、まあ、その辺なんか僕らがこう今回話させていただく機会を設けてさせていただいてるんですけども、やっぱりそのアイテムを通じて皆さんこうその物自体がこう伝わってるっていうところもありましたけれども、でも最初どれからね始めたらいいかっていうところで言うとなかなか迷われたところもあると思うんですけども、かなりこう遊ばれていく中でこれを持ってれば、まあ、どんな方が送信金もできるということになりますので、まあ、やっぱどっぷりやってみようかなという方は決して高い買い物にならないかもしれないなとも思いますし、まあ、そういういろんな価格設定がある中で皆さんが一番これだったらいいなとこ選べるところも揃えてこれたということは言えますね。まあ、初めてやられるんであればもう本当にこれ受信機もタイヤもホイールもついてない状態で2万2000円しますので、で、かたやレディセットはもうボディから送信機から全部ついた状態で1万9800円なので、本当に導入部分ではもうレディセットから始めていただくのが一番いいかなというふうに思います。そうですよね、はい、ぜひね長く続けてほしいなと思いますのでね、はい、ただ最後になんか言い残したことはありますでしょうか。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあそれではね ぜひね今日足元悪い中本当は遊びに来てくれてありがとうございます。これからのねミニッツね、来年20周年迎える、今年か1999年だから来年20周年迎えるんで、ますますいろんなことを仕掛けていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。